20世紀を代表するイギリスの歴史学者アーノルド・トインビーの名言です。12歳から13歳までに神話を学ばなかった民族は例外なく滅びていく。トインビーは世界中の民族の歴史を研究して、神話を学ばない民族は必ず100年以内に滅びていくという法則を発見したのでした。その理由は、神話とは民族のアイデンティティだからです。アイデンティティを失った民族は、やがて消滅する運命をたどるしかないのです。なぜ日本は学校教育で神話を教えないのでしょうか。日本は敗戦後、GHQ の指示により、教育現場で神話を教えることができなくなりました。しかし近年、教育基本法の改正などで、神話を教育として教えることが可能になりました。だから小学校の教科書に、ヤマタノオロチの話や、稲葉の白ウサギの話が載っていたという声を少し聞くようにはなりました。その教育内容は、ヤマタノオロチや稲葉の白ウサギなどの神話は、古事記という書物にあると教えるぐらいだそうです。教員が神話を知らないので、それぐらいしか言えないそうです。それでもまだ教科書に神話が載っているだけマシです。教科書の選定は、地方の教育委員会に一任されているので、教育委員の中に神話に対して批判的な感情を持っている人がいれば、神話を載せた教科書を選定することができなくなります。そういう人の中に神話は虚構で、報告士官を復活させるものと考え、異常なほど嫌悪感を示す人がいます。日本神話が虚構なら、現代の日本史教育は一体何なのでしょうか。そもそも歴史など時の為政者が自分の都合のいいように改ざんしたプロパガンダ。日本史を正しく表現すれば、日本義話、日本義話が教科書になって、日本神話は排除されるのは何ででしょうか。どの国の歴史教育も多くは神話から始まります。まさにトインビーが言ったように、国家民族のアイデンティティが継承される教育が行われています。きちんと歴史教育が行われている国は今後も存続していくでしょう。存続するための努力、教育を行っているわけですから。世界最古の国、日本。以前はしっかりと神話が伝承されていました。私の子供の時、学校では一切神話について教えられることはありませんでした。それでも私は子供の時からヤマタノオロチの話、稲葉の白ウサギの話を知っていました。なぜ知っていたのか、父親が私に聞かせたのでした。私は命ある限り神話を伝えていこうと思います。皆さんもご協力お願いできませんでしょうか。日本、いやさか。